兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑を調査する30日の県議会調査特別委員会、百条委員会、は委員長に続き、自民党会派の委員が質問した。企業に職場でのパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍、ハラスメント規制法、パワハラ防止法の観点から斉藤氏を追求した。写真、幼少期から、イケメンの秀才、斎藤元彦知事の若手時代の写真。 委員は弁護士の見解に基づき、パワハラ防止法は公益通報者保護法に比べて、相談や告発の真実相当性が厳格に求められず、告発者らへの不利益な取り扱いが禁止されていると主張。斎藤氏はこれまで、疑惑を文書で告発した元県政張馬県民局長の男性が保護対象ではないとしているが、委員は保護対象になり得るとの見方を示した。委員、 3月20日に文書の存在を把握し、県幹部と協議した際、告発者がパワハラ防止法で保護される認識はあったか斎藤氏、なかった。誹謗、誹謗、抽象性が高い文書と認識した。委員、元局長を停職3ヶ月とした懲戒処分について、今は不適切と認識しているか斎藤氏、今も思っていない。適切だったと思う。 事実でないことが多々含まれる文書だと認識し、調査して処分した。適切だった。委員、記者会見で、公務員として失格、と発言したのは、不適切と認識しているか。斎藤氏、言い過ぎだったと、これまでも述べている。最初に、文書を見たとき、大変ショックだった。事実でないことがたくさん含まれ、なぜこういった文書を作るのかと苦しい思いがあった。 悲しい、辛い思いから、あのような、失格という、表現をした。委員の質問のテーマは、県職員とのやりとりの妥当性に移る。委員、職員とのやりとりで、聞いていない、知らないということが結果として、県政を滞らせるのでは。斎藤氏、私も完璧な人間ではない。一回聞いたことをすべて覚えていられるほど善能ではない。 大量の資料の内容は失念することがあり、聞いていないと言ってしまうことはある。注意しないといけない。職員としっかりコミュニケーションをとることが大事だ。委員、知事に完璧な人間を求めているのではない。受けた説明を忘れることもあるだろうが、その時の態度として、資料に書いているから知っていると思うな、と発言するのはまっとうか。